さあ皆さんどうも K です。今回はですね、視聴者の方ありがとうございます、いつもね新製品情報を教えていただき、僕もねいろいろチェックはしてるんですけれども、やっぱ見落としてることとかもあるし、こういち早くキャッチするっていうのがね、随時チェックしてるわけではないんで難しいんですけど、発表されたら大体ね視聴者の方が出ましたよと、計算と動画出さんかいと、そういうことをね言っていただきまして、Twitter、インスタ、それから YouTube のコメント、そういうのでねいただいております。ありがとうございます。始まるということで、来年2025年製品ですね、見ていきましょう。ついに来るぞ。これも新しいのか、ソルティガ35。ちょっとどこから行くの、これかな、毎回分かってないんだけども、これか、新製品トップ、これですね多分。あ、違うなこれ、違う、これだ、新製品一覧。ほら、2025年の5月なんや、ソルティガ。これは完全に管轄外ですね。で、2025年の1月。これも違うね。これ何？アユかな？いや、違うな。なんだろう。ヘラか。そして2024年の12月。うお、来た。え、アルファス BF って何？エアーのことかな？そして待望の。タトゥーラ SVTW、 そしてスティーズのスピニングモデルで、リアルコントロール追加のスティーズのさらに追加、あ、ブラックレーベルで、シルバークリーク、これはあの渓流ですね。はあ、なるほど、まあ、ちょっと上の方かな、僕に関係あるのはね、この辺かな。あとはこの辺は違うか。うわ、なんかね SVTW はね以前 PV が上がってたんで、まあまあ来るだろうなと思ってたけど、やっぱり来たね。あー、ウィンタースーツ。ちょっと見ましょうか。どれ行く？これも、やっぱこれか。タトゥーラ SVTW、ニューボディ。そして SV ブースト来るか？どうだ？くく。これ初見ですからね。いつものごとく。この雲マーク、バーン来ました。これタトゥーラ SVTW の紋章ですね。で、デザインは、基本的にはタトゥーラ100ね。最近出たタトゥーラ100と変わってない感じかな、ボディ形状はね。あとは色が少し変わってるような感じか。そうだね。このニュー、お、やっべえ、来たやん。来た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 。タトゥーラ SV に SV ブースト降りてきたやん。うわ、マジか。ここまで降りてきたってことは、アルファスも来るやん、これ。うわ、タトゥーラ第3世代の次世代ワールドスタンダードデビュー。来たね、32ミリ。超超ジュラルミンスプールにタトゥーラ S、タトゥーラシリーズ初の SV ブースト。ありがとう。これを待ってたでしょ、みんな。ねえ、これ。突き抜ける円筒性能、トラブルレス性能を両立し、真のバーサタイル性能を追求と。うわぁ、来ちゃった。タトゥーラ第3世代の次世代ワールドスタンダードモデル、セーフティーさと後半の伸びを両立するスーパーバサタイルリール。もう来たね。当然ながらハイパードライブデザイン入ってますよね。まあこの辺ハイパードライブデイジーギアとか、まあまあいろいろ入ってます。 TWS 入ってます。 SV ブースト来ました。いや、もうこれだけで本当に期待大で、多分まあ乗ってないけど、おそらくシャフトありだと思うんですよね。シャフトありの SV ブーストだと思うんですよ。だからそれがこのタトゥーラに入った時にどう作用するかですよね。めちゃくちゃ楽しみ。絶対買うぞ。はあ、ゼロアジャスター UTD ファイ32ミリの幅24。これ24っていうのは台湾伝統のスプール幅ですね。超超ジュラルミンスプール搭載と。これのことね。来たね。タトゥーラに続く超超ジュラルミン製、搭載のスプールレスポンス向上、キャスタビリティ向上から、あ、 2g 内のスモーラーバービッグメイトまで安定した円筒性能を実現と。 2g 台いけるの本当に。で、 85mm のハンドル、あ、 90mm じゃないんや。あれ、前回どうやったかな、前回のタトゥーラ。僕これ本当に初見ですからね。あ、Kさんここ見落としてますせというのがあったら、ぜひコメントで教えてくださいね。これね、ちょっとキャスティングさんのーページをお借りして、これがどうだ、190g。
スプール径 32mm の、あ、そうか、前回と一緒か。はー、なるほど、前回と一緒ですね、 SVTW。 じゃあこの辺も変更なしで今まで通り使っていただけますよと、お客様ということですね。はー、例えば SVTW100、 そして肝心のスペック、あ、自重は 5g アップですね。さっきのところで言うと 190g だもんね。自重 5g アップしてます。そしてこの糸巻き量ね、これどうなのと。あれ、ちょっと少なくないこれ。あれあれ、これ大和さん浅溝化してない？あれちょっと待って、14ポンド90やったよね、あれ違うかな。はい、ちょっとルアーニュースさんのページを拝借します。これ 190g 糸巻き、これほら14ポンド 90m やん。やっぱり大和さん、これレスポンス上げようとして、これ糸巻き量減らしてる。ほーん、こういう変化きましたか。まあ正直ね、タトゥーラ SVTW の 32mm っていうね径を考える、そうすると、まあ 90m いるのかなって気もするからね。ただビアコーではきついな、さすがに14ポンド70はライトプラグ以外はね。でベアリング7のドラグ力5の 32mm 幅24という感じか。でボディ素材がアルミで真鍮ギアで、おそらくボディ素材はアルミなんだけど、カバーのところが樹脂なんじゃないかな。で価格が 32,400円と。ああ、こんだけね。というわけで、とりあえずタトゥーラを見ましたけれども、これはもうポイント1個だよね。ついに来たと。 SV ブースト、これがどんな使用感なのか。まあ、よくはなってるとは思うんだけど、二重タトゥーラーからね、よくはなってると思うんだけど、僕がその注目したいポイントっていうのは、アルファスにしがみつけるかっていうところで、しがみつくにはどうしたらいいかというと、てか、まあ、どうしたらいいかというか、どうなってたらいいかというと、キャストフィール、ここなんすよね。これキャスタビリティ向上って言ってるから、まあそういうことも含むのかな。シャフトありなんでね、ちょっとその辺がどうなのか分かんないけれども、まあ要はこの投げた時の気持ちよさよね。もう僕ぐらい大量にベイトリール使ってるとピキン来ちゃうのよ、投げて気持ちいいと、テンションが上がってくるっていう。だからテンションが上がるリールなのかどうかっていうところはね、やっぱ使ってみないと買ってね、分かんないわけなんで、がっつりこれ買ってね試していきたいなと思います。そして、まあ、最初に言いましたけど、このタトゥーラにこの SV ブーストが降りてきたということは、みんな何？そうだよね、アルファスなんだよね。アルファスにも、おそらく来年の2025年の春ぐらいに出るアルファス、いやもう1年先かな、ちょっと謎ですけれども、21モデルだからね。でもそろそろモデルチェンジしてもいいと思うけどな、アルファスも来るんじゃないかなと。もうアルファス SV が好きすぎて期待大。タトゥーラ SV の動画で言うのもなんだけど、でも21アルファス SV がマジエグいリールなんで、あれにブーストついたら、え、ちょっと待って、スティーズじゃないっていうことにもなりかねないとね。え、今スティーズが SV、 ごめん話全然それていくけど、今スティーズに SV ブーストがついて、でアルファスの完全上位互換みたいなスプールスペックなのよ。ちょっと違うけどね、ちょっと違うけど、アルファスの方がちょっとフィネスな回転はするんだけども、基本的には完全上位互換のような、キャスト性能なんですよね。気持ちいいし、なおかつ飛距離ももう全然上、もう目に見えて違う。あ、明らかにスティーズのが飛んでるって誰が見ても分かるレベルで飛んでます。当然ながら全体のバランスもいいし、何よりもブーストがついてると。ただアルファスちゃんも来ちゃうんじゃないのっていうことなんですよね。だからまずはこのタトゥーラ SV のこの SV ブーストの使用感がどうなのかっていうのが非常に重要なわけ。でこれ12月発売でしょ、全スペック12月発売なのかな。まあまあそうだよね、ここに何も書いてないってことはね。はい、というわけで実売でどうだろう、これ3万切るぐらいかな、お求めやすい価格だよね。だからこの25、お、25タトゥーラなんやね。
25タトゥーロを期待しつつアルファスに思いを馳せたいなと思います。はい、じゃあとりあえずタトゥーロはこんなもんにしときましょう。次のリール見ていきたいなと思います。それではまたお会いしましょう。 K でした。